たき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 た、これこれこれ話題になってる。あ、iPhone だ iPhone。おお、はいじゃあ、あ撮って。いやーこれやこれこれこれ、興奮興奮、再現されております。ポーはい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 、今日も2016体験版見ていきましょう。何があるかね。English 日本版がね出ればまあわかるんだけど、ちょっとずつね分かって、秀才のにわかさんがね教えてくれました。このカーソルチェンジはセミでしょ、でかなんだっけな、これパスサポートレベル、このパスサポートレベル1っていうのが普通はね、今まで1から4まであったでしょ、それ強弱だったじゃん。1から4に向けて、ちょっとずつ上に上がっていくみたいな。じゃあ全く違うらしいね、このレベル1と2と3は。3っていうのはもう、バツボタンの強弱だけ、パスのボタンの強弱だけで、方向っていうのは一切オート、フルオート。で、2が、今までの3とか4と一緒だよ、みたいな。1は、もう、頑張ってみたいな、マニュアルみたいな感じらしいの。その3パターンらしいの。レベルでね、言われちゃったの、めんどくさいんだけども。だから2がいいんだって。あともうこの辺は大体一緒と。リバースじゃなくて、チャマックはノーマルですね。ターゲットガイド、オン。で、セミ、オート。オートスライディングがオフで、アシスト。こんなもんですかね。やっていきましょうと。ユベントス、さっきはね、この間バイエルン使ったでしょ？ブラジール使おうかな、ブラジール。ブラジール使って、相手バイエルンにしようか。ちょっとね、スーパースターにも勝てるようになったんだよ。スーパースターで10分にしよう。これも。よっしゃ。まあね。で、この辺は変わんないらしいね。これはカウンターアタック、ショートパス、まあ、ポゼッションとかカウンターとかね。で、アタッキングエリアがワイド。ちょっとフレキシブルじゃなくてね。もうこの辺は、まあ、いつも通りというか、2015で培ったのを継承しつつ、2015の新しいのをちょっと学んでいこうかな、みたいな。プレイヤーセッティング。キックオフ。まあ、デフォルト夜になったのがね、何よりチャマ君嬉しいのかなって思います。やっぱ昼だとね、見にくいんだよね、スタジアムが昼だと。ヘッドホン忘れちゃったよ、どっか。どこ行ったヘッドホン。いいか、今日は。ヘッドホンなし！行きましょう、ブラジル対ノイアラーム。顔がね、すごい似てんだよね。します、行きますよ、はい。あ、ちょっとドリブルが気持ちいいんだけども、ディフェンスがね結構ね潰されやすくなってるような気がしますよ。昨日綾瀬さんの対人やってみて思ったけど、だからこうドリブルがね細かくやれるんだけど、結局潰そうと思えば潰せるから、まあなんだろうね、今までのウィーレって背が低くて足が速い人が強かったとかあるけど、それをやっぱりね、ちゃんとね、フィジカルもあってっていう選手が行きやすいようにもなってるのかもしれない。背が低くてスピード速い人はそれなりの、スルスル抜けていくようなドリブルもできるけど、こう、なんていうの？フィジカルが強くて、来た。いやー、トラップでかすぎた。バーストしちゃったからな。そのね、身長で追い返して、だからイブラとかも、あと、あと誰だ、あいつ、レバンドフスキとかも強いんだよね。使い方考えれば。ゴリゴリドリブルっていうのはなかなか難しいかもしんないけど、あ、来た。ネイマール。クロスはどうなんだと。あー、ダメか。テクニックもあるんだけどさ、あとはね、ラボーダをね、自分で、なんかこう、今までラボーダちょっとランダムみたいなとこあったけど、ラボーダを自分でね、意図的に出せるようになったらしいんだよね。で、スキルにラボーダってのがついてるから、耐性じゃないのかっていうのをカールさん言ってたけど、
ちょっと基本的にはラボナーの逆足頻度、利き足じゃない方の足を使う頻度が低い人が出やすかったけど、来た。ここはね、今回入りますよと。ヘナナイは今回入る。だからその、無理やりね、例えば右足の選手だったら左足で、あの、クロスを上げなきゃいけないっていう体勢を無理やり作ればラボーナになるんじゃないかって言われてたけど、まあ、ちょっと検証してないね。あんまりチャマ君ラボーナとかね、結構どうでもいいのよ。チャマ、ラボーナどうでもいいみたいなとこあるから。お、何ですか。もうね、大輪やってるとやっぱこの手は全然違うね。あとマニュアルパスがね、すごいね、結構いい感じでいくようになった。結構いい感じだからマニュアルパス必須かもしんない。逆にね、あの、ディフェンスの AI はすごい賢いから、適当なね、パスだったらね、取っちゃうのよ。だからこういうところのマニュアルは、あ、マニュアルじゃない、パスは、最後スルーパスね。最後抜け出すようなスルーパスとかは、マニュアルパスの三角で出した方がいいかもしれないって。ちょっとまだね、まあ、製品版でもないしね、体験版だから、製品版になって変わる可能性もあるし、まあでも、あくまでも体験版を楽しむ上でっていうところではあるんだけど、まあでもこのまま行く可能性もあるから、ちょっとやり込んででもいいかなっていう。あ、やっぱ失敗した。考えると AI が賢いから、マニュアルってね、AI、普通のね、バツパスとか三角パスってやっぱある程度プログラミングされた方向にしか行かないから、コムが読みやすいと。だったらマニュアルでね、ちょっとまあ360度いけちゃうよみたいな。これ結構ね、いくんだよ。これは無理かな。これはちょっと無理か、距離的に。でも方向はね、結構雑でいいみたいな。あやさん言ってたよ。方向雑でいいけど、ボタンの強弱はちょっと気をつけなきゃいけない。まあでも今までは方向もボタンも気をつけなきゃいけなかったから、やばい、バツ。しくったしくった。強弱だけでいいってなるとだいぶね、やりやすいんじゃないかって言ってたよ。 OKOKOK。 いいとこ行くでしょ、ほら。まぁ、ちょっとディフェンスにね、追いつかれちゃったけど、あのディフェンスがいないとしたらすごい、完全に抜け出してたとしたらいいパスですよ。しやすくなった、本当に。あとね、事故がなくなったっていう話だよね。事故がちょっと少なくなったんじゃないかっていう話ある。今までみたいに事故で1点取られちゃうっていうのがね、ちょっと少なくなったかなって。だから、ちゃんとサッカーを知って崩さなきゃいけないから、チャマ君サッカー勉強した方がいいよって言われて。チャマ君もサッカー勉強していこうかな、ちょっとずつって思ってます。スパスタね、やっぱね、強いんだよね。コンピューターの動きだから、どういう風に動くかっていうのをちょっと慣れていかないと勝てないとかあるよね。まあ慣れたら慣れたで勝てるんだけどさ、いくらスーパースターってレベルが高かろうが、コムだからね、結局決められた動きしかしないからさ。ただやっぱスーパースターまで慣れてないうちは強いよなって気がする。あとね、ファーじゃなくてニアの方が強いっていう話。シュートね。今まではコンカとかをさ、ファーに行ってたでしょ。それがね、ニアの方が強いんじゃないかって話。あ、入った。うわー、出たか。このコーナーキックとかもちょっとね、いろいろ掴んでいきたいんだけど。まあでもあんまり2015と変わったような感じはしないね。うん。でももしかしたら2015ではできなかったことができるようになってるかもしんないしね。まだまだ分からん。改善の余地というか、いろいろ調べて穴を見つけるしかないね。とりあえずこの試合に勝っていきたいよね。ディフェンスもあと四角プレスが強いんじゃないかって話。めっちゃ回してくるやん。
危ない。やばいやばい。やばい。入る？オッケー。危ない危ない危ない。ああ。くそー。抜けると思ったんだけど、呼んでましたね。AI さん。OK。はい。いやー。お、いけ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 。何それ。やばい。これやばいよ。あー、危ねー。ナイス。ちょっと待って、ちょっと。アーリー、よし、うおー、いい感じだな。あれちょっと入りそうだな。ノイアーじゃなかったら入るんだよな。このさ、スパスタのさ、トリカがうざいんだよね。ほんと取った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 。入らないよと。もうドリブルね、浮かすドリブル。この、ね、浮かすドリブル見といてよ。ここ抜く方、ほら。ここ抜くよ。これ浮かしてトントンって。これちょっと強い感じすんだよね。たまたまできたけど。浮かすのはちょっと必須かもしんない。なくてもいけるんだろう。結構足出してきてね、ファール取られないんだよ。マジ2015より。バイバイバイ。おうおう、ちょちょちょ、このリフティングができるってことで、なかなかちょっとスパスタがさせてくれないけど、あ、さしてくれない。リフティング、来た来た来た。やっぱね、相変わらずペナ内の本家は強そう。あ、やばい。やばいよ、これ。うわぁ、行かれた。キーパー、頑張れ。オッケー。いや、そんな蹴らない。ちょいしか蹴らないというね。鬼畜プレイです。ほら。リフティング、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 リフティング。やっぱ体ぶつけられたらダメなんだ。あれはね、結構対人相手だったらもしかしたら強いかもしれない。おっと、どう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 、あれはさすがにキーパーめっちゃやってたからね。ニアはダメだ。ネイマールのドルがね、楽しいんだよ。見てる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 。服引っ張られた時とかにね、結構顔を歪めたりするんだよね。ノイヤー気持ち悪。白目向いてたよ、ノイヤー。気持ち悪いね。よし、入れ。あ、いいんじゃない。そう、ネイマー、ネイマーのこのテクニックがね、すごい出やすくなった。それは失敗。マジでね、テクニックが出やすくなって楽しいんだよ。俺はチャマ君も嫌いなドリブル練習するでと。ちょっと取った取った取った。いやー、あ、いった。これマニュアルだよ、これマニュアル。ちょっと振り向いてくれると思ったんだけどな。振り向いて軸足グイってなんかさ、こう回転してさ、パスするやつあるんで。
あれやると思ったんだけど。いやー、頑張れ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 。しくったしくったカウンター、行かれてる、やばい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 。オッケー、ナイス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 。めっちゃ疲れてんじゃん、ヒップワントップ。あ、行った。いやー、どうだ。取れ。あー。引き分け。また引き分け。勝利お預けね。うん。まあ、でも、見てくれた？ネイマールのさ、テクニック。顔が本当に似てんだよ。まあそんな感じで皆さん、あ、プレオーダーね、違う、戻ろう。体験版楽しんでください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。